はい、川島です。今日はですね、涙袋の作り方です。ポイントは簡単で2つです。目頭と目尻を軽く押さえます。そして、次にこのまぶたの下ですね、ここにこう眼輪筋という筋肉があるんですけど、その筋肉を上に上げます。こうやってこう軽く押さえて、下まぶたを上にこう上げていくイメージです。そうすると、はい、どうでしょうか。だいぶね、なんかこう涙袋がぷっくりしてきたかと思うんですけど、これはですね、1回だけじゃなくて、何回もですね、やってください。1日、100回ぐらいを1週間もしてれば、ぷくっとなってきますので、ぜひね、やってみてください。